い、神チューブの神の伊藤です。今回はですね、なんと僕のフィギュアの方がついに完成したんですよね。もちろん市販品であったりとか各メーカーさんが作ったわけではなくて、スモールワールズ東京さんの方に先日僕も遊びに行ったんですけども、なんとこのスモールワールズ東京さんの方で自分のフィギュアが作れてしまうというね、そういったコーナーがあるんですよね。そこで僕が今回初めて自分のフィギュアを作ってみました。はい、結果からお話ししますと、かなり満足しているフィギュアになっております。まずはこちらの動画の方をどうぞ。自分のフィギュアが作れるっていうコーナーがありますんで、ちょっと今回ね、僕もフィギュアを作ろうと思いますね、このプラグスーツで。ではこちら立っていただいて、はい、何か好きなポーズがあれば。こっち向きですか？あ、こっちですね。はい、こうですね。はい、じゃあもうね、はい、今ポーズがあればお願いします。はい、ありがとうございます。では 3,2,1 とカウントしますので、このプラグをキープしてください。はい、ではいきます。 3,2,1、 そのままでお待ちください。はい、ありがとうございます。では今撮れたお写真ご確認できますので、はい、こちらでよろしくお願いします。はい、わかりました。あ、かっこいいですね、これ。これがフィギュアになってしまいますんで、皆さん、はい、楽しみにしてください。また出来上がったら、動画の方でお伝えしますんで。じゃあ、こちらで、ね、大丈夫そうですか？これで、下はどうなったんですか？下は、今は、あんまり僕、出てませんで。ちょっと待ってくださいね。あんまり僕、出てませんで。ちょっと、恥ずかしいですね。ちょっと大丈夫ですか？恥ずかしいです。大丈夫です。恥ずかしいですね。ちょっと大丈夫ですか？恥ずかしいです。皆さんにこのフィギュアを作る一部始終の動画をご覧になっていただいたんですけども、いやね、このスモールワールズさんのお姉さんすごく綺麗でね、僕もすごくドキドキしてしまいましたね。はい、もう今ね、僕のこのフィギュアの方が、皆さんにご覧になっていただいていると思うんですけども、こちらスモールワールズさんの方で作ると80分の1サイズと35分の1サイズ、この2パターンが作れまして、この80分の1サイズの方が約2センチ、そして今回僕が作ったのがこの35分の1サイズということで約5センチのフィギュアとなっておりますね。お値段の方がこの80分の1サイズの方が1体2000円、そして同じものを作ると1体1000円の方で作れますよという形になっております。そして今回僕が作ったこの35分の1サイズの方ですと、1体が3500円でもう1体作ると1500円という形になっておりますね。そして 3D スキャンデータのその持ち帰りプランというのもあって、この作ったフィギュア何体も複製したい方はこの 3D カードがついたこのプラン、こちら4000の方でもらえますので、こちらの方をもらっていただいて何体も何体も複製することも可能という形になっておりますね。僕もね、このスモールワールズさんの方でこれから自分のフィギュアたくさん作っていきたいと思いますんで、その都度皆さんに見ていただきたいと思いますね。そしてこのスモールワールズ東京さんの方でもたくさん動画の方を撮らせていただきました。もちろんエヴァの格納庫であったりとか、もう第三新東京市であったりとか第三村であったりとか、そういった動画の方も撮らせていただいておりますので、また後日そちらの方の動画上げさせていただきたいと思いますので、皆さんぜひともご視聴いただけたら嬉しいかなと思います。まあ、ぜひともね、皆さんこちらスモールワールズさんに遊びに行った際にはこちら自分のこの思い出として、お土産としてこのフィギュア作っていただけたらいいのかなと思いますね。はい、まあ、簡単でしたが今回はこちらの方で終わっていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。